起きてーねえ起きてーあやっと起きてくれたここはね君と僕の秘密の部屋だよ誰にも邪魔されない特別な場所今日のために何ヶ月も前から準備したんだよやっと君をここに連れてこれた誰ってそっか 実際に会うのは初めてだよね。ほれこのアプリ君使ってるよね。ハンドルネームはハニーだよね。8月2日が誕生日だからハニーって名前にしたって。ほらこのアイコンこれ僕だよ。君とこのアプリで毎日チャットしてるからわかるでしょ なんで私のこと分かったって名前だってハンドルネームだし住んでるところも全部非開示にしてるのに <laughs> 君さ出会い系じゃなくて癒し系トークアプリだからって油断しすぎだよ何気なく君がチャットで話してくれたこと覚えてる駅ビルにある美容室で働いてて その駅ビルに最近新しく食パン専門店ができて買ってきたって写真送ってくれたよね送ってくれた写真にはバッチリお店の名前写ってたそのパン屋さんのホームページ見たらすぐどこの駅ビルかわかったよその駅ビルには美容室は1軒だけ その美容室のホームページにはさ、写真付きでスタッフの紹介もあって、ご丁寧に誕生日まで書いてあった。8月2日が誕生日のスタッフは1人だけ。さらに、趣味も君が最近ハマってるって言ってたアロマキャンドルって書いてあったし、髪の色もミルクティー色にしたって言ってたでしょだから、 君を見つけるのは簡単だったよホームページに載ってる君の写真見た瞬間見つけた!」って僕本当に嬉しかったんだどうしても君に会いたくて一回美容室行ったんだよ君にカットしてもらいたかったんだけどまだ君はアシスタントなんだねだからカットはしてもらえなかったけどシャンプーを君がしてくれたんだよ 覚えてる君に髪を洗ってもらってる時僕がどれだけ興奮したかわかる心臓の音が君に聞こえるんじゃないかってずっとドキドキしてたよシャンプー終わって君が笑いかけてくれた時僕は本当に天に昇る気持ちだったんだあの日から僕は君だけを見てたんだ 君がいつも見えるように向かいのマンションに引っ越しもしたんだよ君は毎朝さいつもベランダに置いてあるお花に水あげてるよねモコモコのパジャマかわいいねあのパジャマお気に入りなんでしょ <laughs> 君のことなら何でも知ってる毎日毎日君だけを見てたそれでね僕考えたんだよ 大事なものは失って初めて気づくってよく言うでしょでもさ大事なものを最初から閉じ込めておけば失うことはないと思わないだから君を閉じ込めておくことにしたんだすごいいい考えだと思わない <laughs> 君の行動は全部知ってるからこうやって君をここに連れてくるのは簡単だったよ。 危ないよ、近道だからって。夜に人気のない公園を女の子一人で横切るなんて。ドアを叩いても、助けを呼んでも無駄だよ。ここは完全に防音の地下室だし、出口はそこのドアだけ。そしてドアには鎖が巻いてあって、軟禁状がかけられている。君に逃げ場はないんだよ。 <laughs> ほら暴れないで怪我するよ怪我したいのねえ僕とゲームしないあそこにある氷の像を見てあの中にドアの鎖にかかっている南京錠の鍵が入っているんだ特別に作った氷の像でちょうど3日で溶けるんだよ つまりね3日たてばドアを開ける鍵が取れるということなんだ氷が溶けて鍵が手に入った時君がここから出られるのかなそれともこのままずっとここから出られないかもどっちになるかは君次第だよ面白いゲームだと思わない僕の話ちゃんと聞いてた3日間は出れないって っって言ったよねさあゲームを始めよう君がこの3日間でどうなるのか今から楽しみだねほら泣き叫びすぎだから喉乾いたでしょ声枯れてるよそこにある氷舐めたら早く溶けて鍵が取れるかもねほら氷舐めてみたら他に飲み物ないしね 本気にしたさっき言ったの聞いてなかった特別に作った氷の像だって言ったよねそんな君が舐めたくらいじゃそんなに早く溶けないよだって考えてみて溶けるのに3日もかかるんだよどんだけ舐めたら溶けるのって話だよ <laughs> その恐怖に歪んだ顔可愛いいねこれでわかったでしょ 君はここから3日間出れないって大丈夫3日分の食料と飲み物は用意してあるよさっきのは冗談だって何もなかったら僕だってつらいでしょ <laughs> はいお水どうぞ大丈夫毒は入ってないよほら飲んで飲め 口移しで無理やり飲ませてもいいんだよちゃんと飲んだねいい子だねうん眠くなってきたそのままベッドに行こうかそういい子だねベッドに横になってさっき君が飲んだのはね魔法の水なんだよ 毒は入ってないけどだんだん眠くなる薬入り今日は君との初めて一緒に過ごす日だからもっとおしゃべりしたかったんだけど君が壊れてしまっては困るからね <laughs> だいぶ薬が効いてきたね目がとろんとしてる目を閉じて 僕だけの声を聞いてここには君と僕しかいないんだから明日はもっともっと素敵な一日になるよいい夢を見てねおやすみ